はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ライジン43終わりましたね。終わりましたね。すごかったっすね。すごい大会でしたね。神工業じゃないですか。神工業ですね。ほとんど KO 2試合ぐらいじゃないですか、判定だったのは。そうっすよね。あとはもう全部ほぼ1ラウンド。いや、すごい。お客さんの入りも結構なんか映像を見た感じすごくて、いや、すごかったな。パンパンでしたね。特になんか残った試合あります？記憶に。はい、ありがとうございます。正直いいですか、正直に言っていいですか、はい、僕はキム・ラミノル選手の立ったまま失神拳をマジちょっと声出ました、ね、見てて。あんなんなかなか、ありがとうございます。あんな飛び方なかなか見ないですよね。いや、すごかったっす。ちょっと正直ダリ選手大丈夫かなって思ったんですけど、立ってよかったです。立ち上がって帰られてたんで。いや、あの倒れ方、私も格闘技結構好きで今まで長年見てますけど、あんまりない倒れ方ですよね。ミアリフック、あれすごかったですよね。あとやっぱ何といっても、まあ、メインですか、クレベル選手。やっぱメインですね。もうちょっと鈴木選手の打撃当てるかなと思ったんですけど、結構あっさりというか。あっさりですね。あっさり組みつかれて、そこからはもうちょっと防戦一方って感じでしたね。やっぱり鈴木選手やっぱ強いっすね。強いですね。正直なんか勝てる日本人がどうなんですかね。斉藤選手とか朝倉未来選手とかぐらいしか思い浮かばない。浮かばないですね、今の。あと金原選手とかですか。そうですね。いや、クレベル強かったなっていう感じですね。クレベル選手やっぱすごかったですね、うん。まあ、ちょっと残念だったのはね、軽量で、まあそうですね、 400g ですか。まあそれを差し引いても強かったな、うん。でもそこやっぱり関係ないって言って試合を受けた鈴木選手も男を感じましたね。いや、本当に男気すごかったです。感じました、すごく。すみません、焼肉を食べながら感想動画に、それ私もいただきます。打ち上げということで。いや、すごかったな。あと、あれですか。うまっ。2位選手対立尾選手のKO もすごかったっす。すごかったですね。すごかった。大丈夫、あれもちょっと心配になりました。倒れ方はちょっと心配ですね。右ストレートが効いたのかな。で、マウスピースが飛んだんですよ。はい。で、その後、まあ、右ストレートで倒れた後の最後、サッカーボールだったんで。サッカーボール、やばいっすね。顔見知りではな、友達じゃないんですか。友達がゆえにやっぱりもう完璧なきまでって感じだったんですよね。友達の顔は僕はあんなにはちょっと蹴れないかもしれないですもん。そうですね。ちょっとタンカーで運ばれたんで、運ばれてたじゃないですか。だからその後だからこう情報がちょっとないんで大丈夫なのかな。ちょっと心配っすね。うん。あ、なるほど。美味しいですね、このお肉。本当に美味しい。本当これ。あとあれですね、八千くんが。うん。解消して。解消の学長くん。カルビタン。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、美味しそうだね、これ。すごい。八千くんの勝利、嬉しかったっす。嬉しいっすね、やっぱりコラボを一度してるんで。7月、暇ですって言ってましたね。言ってましたね。今日は本当会場だったんで嬉しかった。あと久保優太選手も勝ちましたね。勝ちましたね。テイクダウンしっかりしのいでて完勝だったんじゃないですか、ね、完勝ですね。はい、ありがとうございます。
ぱり格闘センスがすごいですね、久保優太選手は。すごいっす。K1 勝ち技でやっぱ世界を取った選手ですね、やっぱり。K1 チャンピオンですから。やっぱり違いますよね。あれだけやっぱりタックル切って。もうちょっとやっぱ木下選手は打撃のプレッシャーかけたかったんじゃないですかね。逆にかなりかけられたんで、テイクダウンに行ったっていう感じだったんですかね。それもちょっと切られちゃって。大沢さんのセコンドでやっぱ組んでけみたいな。あ、言ってたんですね。結構言ってたんで、やっぱ作戦としては勝ちにじゃあ行ったんですね。そっちだったのかもしれないです。ありがとうございます。それでおぎちゃんに焼いてもらっちゃって全然大丈夫です。すただその野地区と戦ったザック・ゼイン選手もなんかシングルファーザーで子供2人育ててるって言って、頑張ってる。欲しいなと思ったんですけど、ザック選手はアメリカの選手ですかね。アメリカの選手ですか。本当勝ちと負けしかないんで、格闘技はやっぱ残酷ですよね。残酷さで言えばちょっと梅野選手の試合も、まあ、残酷ではないですけど、なんかちょっとだって肘いったところですよね、右膝ですから。格闘技って残酷だなと思いましたね。今まではやっぱりキック、ムエタイルールじゃなくてキックルールで戦ってきて、はい、今回ようやく自分の、ね、肘あり膝ありのルールで挑んで、もう今回の負けなんでちょっと、そうっすね、残念というか。でもそこでやっぱりその膝を出した鈴木選手を、確かに間違いないです、作戦勝ちというか、そこで持ってった鈴木選手を、まあ、言い方ですから褒めるというか、褒めるべきというか。いや結構梅野選手のロー入ってましたよ、前足にかなり効いてくんじゃねえかなと思ったけど、かなり入ってましたね、はい、あそこで持ってくる、膝持ってくるのはちょっとすごいなと思いましたね。あとあれですよ、僕が注目してた、はい、大島選手対ソルト選手、はいはいはい、本当申し訳ない、大島選手強かった。これ多分これですよ、そっちすぎた。いやすごかったっすね。いやまさかあの体格差で、はい、最初テイクダウン一瞬あれですよね、取りあぐねて取ったんですけど、そこからテイクダウンして、めちゃこれも焼いてもらっていいですか。はい、 V1 この前鶴谷玲がロードと UFC で決めた技です。強かった。マクスボンは柔道なんですかね。柔道ですね。あれ、朝倉神奈さんもあれで結構、いやでもあれもう肘が、ね、人体あれで神奈伸びて 3,4 ヶ月練習できなかったですからね。大島選手強いな。強かったですね。でもソルト選手もマジで強い選手なんで、また見たいですね。そしてあの僕のもう一個注目の後藤譲二選手が、あトレントまさかのツイスターですか。ツイスターっすね。おたつロックってやつですよね、和田辰光選手の。後藤選手かっこよくないですか。かっこよかった、ね、なんか顔かっこいいっすよ、ね、いやすごかったな。え、落ち着いてましたね。まあ、シュートで戦って来られて、今回、まあね、大
い会場での試合でしたけど、かなり落ち着いて試合されてるので、チョークも入ってそうな時もあったんですけど、それもうまくやっぱり死のうっていう。地元ですよね、確か。地元ですね。どっちがロースだった？それはカルビっぽいし、カルビか。その下のがロースなの。最後のツイスターは、そのセコンドの声で、なんか首を、なんか、やれみたいなので、こう、やっちゃったっぽい。だからセコンドの声もよく聞こえてる中で、動いたみたいなので。長男さん。長男さん。これからまた、面白い選手がバンタム級入ってきたんだよね。楽しみですよね。いやよかったですね、うん、もう大成功だな。確かあれですよね、試合後の打ち上げみたいなのも確かありますよね。なんか勝った選手が参加するみたいな、うん、盛り上がってんじゃないですか。いいっすね。まあ負けた選手もね、札幌といえばやっぱすすきのですから、ね、すすきので今日はもう忘れて羽目を外すっていうのもいいんじゃないでしょうか。忘れられるもんなんですか。分かりませんけども。あとだから今回だからすんごい日に大丈夫ですかこれ。大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ今回ライジンさんの YouTube チャンネルが100万人。はいはいはい。おー登録記念ということで無料で見れたってすごい。メインの時に日すごいなこれ。メインの時に、あ、はい、ありがとうございます。30万人くらい見てましたよ。すげえ。30万人ってエグいな。で、それが、なんか世界一位だったらしいですよ。え？その時の。すごっ。ライジン来てます。来てますね。こっちの日も結構来てますね。俺も早く復帰したいな。復活してね。いや、焦らず見たい見たいですね。復帰といえば今日あれですね、ロード FC もあったみたいですね。はい、あ、そうなんです、うん、キム・スーチョル選手、うん、勝ってましたね、ロシアの選手に。勝ったみたいで、ギロチン、ギロチンで。やっぱ強いですね。マルセロチン、強いな。キム・トゥーチョルマジで強いです。やばいっすね、はい、うまっ。北海道も成功したということで、うん、いずれ仙台とかね、東北でもできればいいですよね。うん、まあ、斉藤選手も東北出身ですしね、はい、ゆかりのあるファイター。僕ももちろん出させていただきたいし、やっぱり今回の、北海道が成功されたんで、うん、やっぱあるんじゃないですか。ぜひ東北でいつかは思ってます。そんな感じでしょうか。そんな感じですね。次はあれですね、4月30のスーパーライジンですか。そうですね、4月30のスーパーライジン2ありますので、そっちもね、みんなで盛り上げていきたいですね。楽しみですね。楽しみです、はい、盛り上がってます、はい、私も頑張ってね、体を戻して復帰に向けて頑張って行っておりますので、応援よろしくお願いいたします。はい、はい、それじゃあ焼肉の続きをやりましょうか。はい、はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。